こんにちは、キュアレショップの中村です。本日は老廃物を流してむくみを改善するマッサージをご紹介したいと思います。まずかかと周辺には冷えやむくみを改善する効果的なポイントがあります。ここをグーでグリグリ回して刺激すると効果的です。だいたい10秒くらいやりましょう。ただし妊娠中の方は控えた方が良いとされる場所になりますのでご注意ください。足の内側のくるぶしから指3本分のところに手を置きます。4本目に当たる部分に親指を置いて、ここをゆっくりじんわりと押してください。だいたい10秒間キープしてください。次にふくらはぎをマッサージします。ふくらはぎ全体を温めるイメージで両手で包むように刺激してください。だいたい5回くらいやっていきましょう。最後に膝の皿の上から指3本分の位置に手を置き、4本目のところに親指を置いてじんわりと押してください。だいたい10秒間押していきましょう。むくまないように日々予防することが大切ですが、むくみが気になるときはポイントを刺激してあげてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。